登りの天才ノザルと称えられていたのよね。あーい、ヒルくん、どうしてこちらに？私はあまり賑やかなところが得意でなくて。なんだか怯えてるみたい。私が悪役顔だからかしら。姉さん、ちょっと。え？ちょっとキズ、何？虫がついて汚れていたから。そっか、さっきのは虫か。ありがとう。鈍すぎる、不安だ。いいですか、今後ジオルド王子とは二人きりで会わないようにしてください。また私が何かしでかすと思ってるのね。大丈夫よ、貴族の御令嬢として立派。わかりましたね。おう、うん、僕もジオルド様が話していた光の魔力を持つ女の子に会ったよ。姉さん、どうしたの？ゲームではキースが主人公をナンパして2人は出会う。まさかナンパしたの？何？ナンパって？女の子を不死だらな行為に誘うことかな。不死だらな行為って、そんなことするわけないだ。もし許していただけるなら、私も生徒会の皆さんのようにカタリナ様と呼ばせていただいてもよろしいでしょうか？もちろん、好きなように呼んで。だって私たちもう友達なのだから。どうしたの？新作だ。おお、完璧な仕上がりね。ありがとう、トムさん。今の感じどう？あの、これは一体。テストなんて嫌、ずっと遊んでたいわ。いつまで夏休み気分でいるのですか。テストで合格点を取らなければ2年生に進級できないのですよ。でも重要なのは進級できるかどうかじゃないわ。この先破滅エンドを迎えてしまうかどうかよ。今のところマリアが誰かに恋をしている様子はなさそうです。ひと夏の恋もなかったみたいね。ごめんなさい、ちょっとお腹が空いてしまって。お菓子でもお持ちしましょうか？ありがとう、マリア。私も手伝いますわ。とびきり美味しいお茶をお持ちしますわ。ありがとう、メアリお任せください。全部お菓子に見えてきた。お似合いですが、他に候補はありませんでしょうか？そう？じゃあ、これはどう？暗闇で光るの！もう少し落ち着いたものがよろしいかと。闇の魔法が効かない。カタリナ様に危害を加えたら私が許します。会長、なぜカタリナ様？カタリナ・クラエス、僕は君が大嫌いだ。お前はいつになったら布団を剥がされないでも起きられるようになるんだ？お兄ちゃんこそ、大学は？授業は昼からだ。はい、お弁当よ。ありがとう。ほら、早く行きなさい。うん、行ってきます。ちょっと、あんたなんでそんなもの！せめて加えていくならパンにしてちょうだい！行ってらっしゃい。婚約は絶対に解消しません。そろそろ姉離れした方がいいのでは？
主人公が誰とも結ばれず、みんないいお友達で終わる。恋愛ゲームとしてはある意味バットの終わり方だけど、これなら私が破滅することはない。やった、破滅エンド回避した。気になったりお付き合いしたいと思うような男性はいないの？気になったりお付き合いしたいと思う男性。さあ、はっきり教えてちょうだい。マリア、あなたは誰と結ばれるの？いませんね。私には気になる男性はいません。私が気になるのも、お慕いしているのも、ずっとそばにいたいと思うのも、カタリナ様なのです。